ということで、ここからね、韓国のジャングルに入っていきたいと思います。今、お猿さんに出会いました。うわ、うわ、うやみやみ。おはようございます。キリンです。ということで、今回のエピソードは、今日からね、バンカ島のリゾートに、お別れをして、でこれから、タンココ国立公園というところに行って、でいろいろちょっとね、陸メインで森の中をちょっといろいろ冒険して、でそこからレンベの方に行きたいと思いますので、行っていきたいと思います。ということで、バンカ島からね、到着しました。で今度はまた本島のひたすら上島に戻ってきました。キリンさん、はい、お元気です。お元気ですか。キリン、キリン、おっしゃね、リコさん、リコ、リコ、リコ、アイデンでカスマン、Kasman. Kasman. 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 The box man. The box man. The box man? Yes. The case man. ということで、ここからね、韓国のジャングルに入っていきたいと思います。やっぱ結構虫蚊がすごいんで、こっちはね、一応した方がおすすめです。これから3時間ぐらいのツアー。に参加していろいろね、お猿さんとかターシャとかいろいろ見たいと思います。マナド？ Yes. After Manado we go to the Tondano. See you later. Here it is. You're next. You're next. ということで今お猿さんに出会いました。マンゴーバズ。今ね、お猿さんたちは、What's the name of the monkey? マカカニカ。マカカニカ。Any English name? セン。ああ、セン。マカカニカ。マカカニカという、お猿さんがの今ね、集落というか、まあ、群れに遭遇してます。今、ちょうどマンゴーの木が、今、それで餌を食べています。ちょっと上からね、マンゴーが降ってきて危ないよ。今ちょうどそこで食べてます。ごめんね、そこにも子供が、子供いっぱいいますね。It's okay。マンゴー爆弾が降ってきてます。またはい、おいしい。うーん、やみやみ。ゴリラっぽいの。It's like a gorilla. Small. The size 濃いからね。Same face. Same but the size is the size more very very small.They are not aggressive? Have another group aggressive, like a Rambo too. Okay. But not same Rambo. This is we call Phoebe. Phoebe? Yes. Phoebe. Oh, that's the name of the group? Yes. Oh, my. Oh, my. K.O. Day. さあ、これからジャングルの中、奥深くへ入っていきたいと思います。
なんか ターシャにちょっとねボホールとかで見たターシャに似てるターシュールっていうのがいるので、メガネザルですね、拳サイズぐらいの、猿がいるので、今ねそれをガイドさんが探してます。なので静かに行かなければいけません。The bird, a green back in this. Oh, so change. Ah, yeah, I see. ちょっと GoPro じゃお届けしづらいと思うんですけど、あそこに。クスクスが全然わかんないな。ウォーリーを探すより難しいなこれ。でもね、あそこのところにこっちを見てます。で結構ね、あ大丈夫、こんなに近くまで寄れるのは結構レアらしいです。ラッキーです。 What's that?ちょっとね、GoPro じゃ伝わりづらいと思うんですけど、今見つけました。今ね、ちょうど潜っちゃったんだけど、あの木の穴のところに、2匹います。今写真を撮って、お上がってきそう。お来た。ちょっと GoPro じゃね、GoPro じゃ伝わらないと思います。けど、あそこにいます。あ、もう1匹来た。お2匹来た。写真撮りましょうね。お、さあということで戻ってきました。だいたいね、まあ2時間半ぐらい3時間ぐらい、歩いていろいろ森の中で、冒険してました。いやこれはまたねダイビングの合間に入れるとやっぱりあの動物とかと触れ合える、結構猿とかも近距離まで触れ合えるん でラッキーだとターシュアとかは結構あの見れたりするんでおすすめです。ということでこれからランチ食べに船に戻りたいと思います。ランチタイム、はい、はいどうぞ。あ、エネギタプリン、フィッシュフィッシュなんだっけ、アパイニだっけ。ということで新しいデスティネーションデンベリゾートに、やってきました。静かなところですね。誰もいないよ。This is the main building. So the top is the restaurant and the bar. Yep. The first table that you see are communal tables, so everybody's welcome to that. Yep. The spa treatment and everything else. We have a little computer right here. Yep. Connected to the Wi-Fi as well. Cool. And around the corner there's a restroom for the meal times too. Nice. Hello. Hello. Welcome. Hi. Not video? Yes, I am. Welcome to Lampen. Thank you. ということで温かいお出迎えがあります。おお、あ、ビューティフルレストラン、レストラン。 OK, if you like you can actually, do you want to have some dessert and fruits? Bintan. Bintan. Fruits bar. Fruits bar.If you like tuna, our tuna is very good. Ah,
This is his favorite. Full life right now. He needs some fruit. Yeah. Just some fruit. Some chocolate mousse as well. Dangerous one. Not for some shit anymore. Adio. Oh, that's good. Adio. So yeah, I'll grab some fruits.ここであのお昼の時とかあのシェフがここで作ってそれをくれたりもする、うん、あの簡単なものあの焼き魚だったりとかパスタだったりとかはここで作ってサーブしてくれる、うん、リゾートだね全然違うでしょ全然違う、ね、さあということで無事にね、レンベリゾートにチェックインして部屋ができたのでちょっと紹介したいと思いますでこんな感じでね広々としたベランダがあって眺めが最高ですでここに目の前に日が沈むみたいなので最高な夕日が見れるんじゃないのかなと思いますじゃちょっと中を覗いてみましょう、うんうん、こんな感じですめっちゃ広々としてますねでこっちが、ちょっと、まあ、キッチンというかまあでここに荷物とかいろいろ置けたりできますこっちもね服とかね干せますでこっちが、うんトイレシャワーこんな感じになってますねなのでここでちょっと5日間ゆっくり滞在していきたいと思いますちょっと今日はすぐ疲れたのでちょっと休憩して、からいろいろ他のプランに、行きたいと思います